こんにちは、まほこです。こんにちは、ジニです。はい、今回もドローンの国家資格を目指してスカイファイト銀座店で頑張っていきます。はい、頑張ります。はい、今日は座ってるんですけど何をするんですか？なんか懐かしいな、座ってんの。はい、そうです。前回もね、やりました座学のお時間、はい、ということで、まあ、前回いろいろと法律の話をしたりとか、やっちゃいけないこと、ルールとか話したと思うんですけど、うん、まあ、そんな感じで今日も座学をやっていければなと思うんで、早速やっていくんですが、はいはい、覚えてますか、前回やった内容。ああ、やりました。なんかオクトみたいな、オクトパーツ。ああ、そう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 、空港みたいな。そう、やりましたね。はい、じゃあちょっと簡単なおさらいなんですけど、はい、飛ばしちゃいけない場所ありましたね、どこどこの周辺とか、まあ、今もう話し上がったんで、空港の周辺はまず台湾ですよと、はい、あともう2つ、あ、もう3つか、もう2つか3つかあったと思うんですけど、覚えてますか？町住宅街みたいな、ざっくり町町、はい、まあ、住宅街、それらを含めて、どこどこ地区の上空っていうふうにお伝えしたと思うんですけど、覚えてますか？なんとか集中地区。あー、なんかあった、なんだっけ、人口。あ、正解。おー、覚えた。はい、人口集中地区 DID ですね、の上空はダメですよと、はい、で、あとは高さの問題ですね、何メーター以上はダメよっていう区域の話しましたね。なんか、あれ、あれ、なんだっけ、なんだっけ、え、何メーター以上、初めて見る顔驚きが隠せないんで、どうしよう、どうしよう、150。はい、正解。なんか、なんとか50だったのを覚えてた。はい、そうです、150メーター以上の区域ダメですよと、はい、やっていきましたね。で、今回そこの、まあ、続きじゃないですけど、より深掘りしていくというところでやっていければなと思います。はい、はい、じゃあまず、最初にお伝えした空港の周辺ですね。はい、ダメよとお伝えしました。はい、ダメですね。はい、ただ空港の周辺はダメとだけしか言ってなくて、じゃあ空港の周辺でどこからどこまでの範囲やねんと、確かに、はい、なると思うんですよ。飛行機ってじゃあ離陸しますの時ってドローンみたいにこうやって飛ばないじゃないですか。はい、基本動いてから徐々に、そう、侵入表面っていう、侵入表面、はい、要はこの角度に侵入入ってくる角度っていう表面があって、うん、飛行機って滑走路があって加速して飛びます。なので危険な範囲ってこうじゃないんですよ。こういう感じで、この台形というか、こういう感じで範囲が決まってて、でそれが飛行機の特性上こうやって入ってくるし、飛ぶ時もこうやって出てくるから、この範囲内は飛ばしちゃダメよっていうのが、まあ、空港等周辺の周辺になってます。で、まあ、それに対して、まあ、長さ距離ですねが、決まってますよと。おおよそ3000メートル、はい、約3キロ。それよりももっと先、この侵入表面の先の方、ここって、要はじゃあ今から飛行機を着陸させますの時に、機長さんが、滑走路見えました、じゃあ大体見えてるから今機体をこの辺の高さまで落とそう、ないしはちょっと落とす高さ上げようのための余裕を持っての距離っていうのが実は決まってます。はい、この近くでもドローンは当然飛ばしちゃダメなので、この距離っていうのが、この滑走路のこの始まりのここから、1万2000メートル先、1万2000メートル先までが、あの、延長侵入表面っていう距離になってます。なので最初にお伝えした3000メートルにプラス、9000メートルまでの範囲で、延長されてます。この範囲はもうとりあえずドローンまず飛ばせません。この範囲、上もその下も真下もですね、飛ばせませんよ。この範囲から出ないとダメですっていうのが、まあ、空港の周辺の、まあ、飛ばしちゃいけない場所になってます。で、次、滑走路って横長じゃないですか。まあ、これで言うとこれが滑走路じゃないですか。で、あのヘリコプターの滑走路というか、あの離陸ポイントって丸だと思うんですよ。この丸に H が書かれてて、でここからヘリが飛びますよだと思うんですよ。でヘリコプターは基本真上に上がってで飛んでいくので分かりやすいんですけど、飛行機って横長でこう飛ばなきゃいけないので、滑走加速して飛ぶ
ないしは降りてきて止まるなので、この距離とここの距離とここの距離でちょっと変わるんですよ。要は飛行機ってこの範囲しか飛ばないので、ここの横はじゃあ同じ距離で飛ばしてダメなのかというと、そうでもない。この横はまだ飛ばせるための距離でも決まってて、ちょっとね難しいんですけど、はい、これが水平表面、水平表面、要はこの滑走路を起点にして、横側ですね、こっちが入ってくる侵入の表面に対して、この横が水平表面になってます。でこれが、この滑走路の真ん中を起点にだいたい 4000m と言われてます。じゃあこう飛んでいくからここ OK なのかっていうと、まあそうでもないと、明確な数字とかは特に決まってないです。空港の滑走路の真上の時点でもダメなの で、 そうです、ね、はい、滑走路を中心に円形というかの範囲ですでにもう飛ばしちゃいけない範囲というのが決まってます。はい、では次、今空港の周辺を教えましたので、今度は人口集中地区の話ですね。5年ごとに国が全国回って一斉に調査してます、はい、この範囲人口ですか。あ、そう、まあ、それを調べるために5年かかるから5年ごとなので、はい、でこの5年のサイクルで、いろんな調査員が全国回ってこの範囲は人がいっぱいいるから設定しますみたいなのをやっていて、5年ごとにサイトにアップデートされて掲載されてます。なので自分が飛ばすときそのサイト飛んで住所入れます。で入れたらすぐそこのにピンポイントがされて赤色かどうかっていうのを見ます。もう赤色の時点でダメ。あ、ダメなんですか。ダメ。飛ばす前とか仕事の依頼を受けた時に調べていけるのかやっていいのかっていうのをまあ調べてくださいねっていうのがまあ DID の部分。めっちゃ便利なアプリですね。にそうなってます。まあ、これがないと本当に飛ばしていい場所かどうかを調べられない。そうですね。これちょっと教えたかどうかちょっとあれなんですけど、緊急用務区域っていうのがあって、つい最近ですね、ここ多分半年ぐらい前に新しくこの皆さん覚えてねって言った必ず飛ばしちゃいけない場所に制定された部分なんですけど、これ何かっていうと緊急なので、いわゆる救急車通りますみたいなのと似てるんですけど、例えばどこそこで森林火災が起きましたとか、どこそこでちょっと大統領が来ますとか、そういうドローンを飛ばしちゃいけない事象が起こった時に、国がツイッターとかあとはまあ公式のホームページとか使ってここ飛ばさないでくださいっていうのを緊急的に掲載する時があるんですよ。それが緊急業務区域っていうのになっていて、自分がその日その場所で飛ばす用事があってもダメなので、はい、なので飛ばす前、現地着きました、もろもろの手配も全部終わりました、申請終わった、DID じゃない全部クリアになった時に現場着きました、よし飛ばそう、いや待てよ、ちょっとツイッター見るか、見て緊急用務にされてました、あ飛ばせないやっていう感じ。あ、急にそうなることもある、はい、もある。ただこの緊急用務区域っていうのが制定されて、実際にツイッターが稼働したとか、あとホームページに更新されたっていうのを見たのはどんくらいかな、3回ぐらいかな、3から4ぐらい。森林とかの火災でダメですよ、土砂災害とか火災の噴火とかでは1件しかないので、その他は首相が行きますとか、ここでサミットが開かれるんでやらないでくださいぐらいのやつしかないんで、飛ばす前、もう最終の最終、飛ばす前に必ずチェックしてねっていう方になってますよと。というわけでここからまあ問題ですね。待ってました、問題問題。じゃあまず1個目、滑走路から伸びてる、滑走路上から伸びてるこれありましたね、はい、名前侵入表面だと思います、うん、これの長さ、この滑走路のここからここまでの長さ、そういうこと、最初に聞いてたやつの答え、はい、何メーターとお伝えしましたでしょうか。できたー、はい。
これはもう簡単ですね。せーの、3000。はい、正解でございます。イエーイ。はい、まあ、簡単ですねこれは。はい、では次にこれらももっと先の方の延長進入表明ですね、はい、これも数字を教えました。はい、これ何メーターでしたでしょうか。せーの、12000。はい、そうです、正解ですね。12000メーターですね。1200って言おうとしちゃったやったー。はい、という感じになってますね。問題はもうこれ以上出せるものがないので、はい、少なかった。今回についてはまあこれで一旦以上になりますよと、はいはい。まあ、今そのお伝えしている問題というか覚えなきゃいけない部分っていうのは、その申請とかを関係なしにマジで飛ばしちゃいけない場所なので、飛ばすと正直刑罰に問われる、はい、捕まるないしは罰金刑、まあ、ほぼほぼ捕まると思ってもらえればいいです。はい、なのでここで飛ばす予定があったな、ちょっと待てよみたいな、何か近くになかったっけみたいなのが自然と身につくとは思いますので、まあね、次回以降また続き座学をしていくんですが、はい、難しいところ多々あるので覚えておいてもらえるといいなと思います。はい、はい、というわけでまた次また座学をします。はい、はい、引き続きやっていきましょう。